時は白馬のごとく過ぎ去り、未熟だった少年は大人へと成長していた。彼はもう寂しく静まり返った月海の中にはいなかった。今では仲間たちのはしゃぐ笑い声が彼の周りに響いている。しかしどれだけ成長し修練を重ねても、彼の探し求める答えは見つからないままだった。その葛藤は彼が抱いた幼い無謀さへの罰だったのかもしれない。千年間変わることのない月夜の中、彼は常に見つめられているような気がしていた。答えを探そうとするたびに、その視線の主は彼を戒める。天命に逆らってはならない、スサミ。それをしっかりと覚えておくように。そう、天命に逆らってはならない。若き神使いは自分に言い聞かせる。自分の役目は予言であり、真相の追求ではない。万物にはそれぞれの運命があるのだ。それを静かに見守っていればいい。だが本当にそれでいいのか。あらかじめ決定づけられた運命の前にあっては、人間はちっぽけで無力な存在に過ぎない。希望を与えようと予言を授けても、彼らは次第に感謝の気持ちを失い、貪欲になっていくだけだった。一方で天命に抗うことを選んだ者もいた。絶望の中に希望を見出した彼らは、新しい人生を手に入れていった。人間たちを見つめ続けた神使いは、ついに長らく胸の奥に秘めていた問いを解放する。天命とは本当に逆らってはならないものなのかと。視線の主の声はもう聞こえなかった。若き神使いは決意する。自分の星を見出すのだと。答えは必ずそこにあるはずだ。